かった。私もだよ、メリア。兄上、私は兄上に皆に謝らなければならないことが。私たちがテレシア化したことかい。私は公女でありながらハイエンターに不幸を招き寄せてしまいました。私は。それは間違いだよ、メリア。我らの中にテレシア化の因子が、呪われた血が流れているのは逃れようのない定めなんだ。だからこそ父上はその血を薄めようと思われた。お前はハイエンターの希望、テレシア化することのないそなただけが、巨神が蘇った後もハイエンターの高騰を継いでいける。我らの苦しみを止めることができる。そのためならば父上も私も喜んで礎となろうと、そう決意したんだよ。兄上、恐れることはない。それこそが私たちの望みなのだから。ザンザの目的を阻むことができるのはそなたたちだけだ。はい。さあ、この者は私に任せ、行くのだ。シルク殿と共に。バカだ、私のテレシアが。貴様、何をした。私は何もしていない。それがそなたの運命なのだ。潔く受け入れるがよい。ああ、私の体が、永遠を授かったはずの私の体が。兄上。メリア、これで私も父上のところへ行ける。これからお前は望む通りに生きていきなさい。お前の望むままの生き方、お前の決める未来こそがハイエンターの希望なのだから。兄上、ありがとう。今の言葉、決して忘れずに生きていきます。今の言葉、今聞こえたもん。メリアちゃんの兄ちゃんの声が聞こえたもん。ありがとうって言ってたもん。メリアちゃんの兄ちゃん、どこにいるもん。見えないのに聞こえたんだもん。リキ、リキには聞こえたんだ。ありがとう。メリア、心配をかけてすまない。私なら大丈夫だ。行こう。それが私と兄上の望む未来だ。わかった。けなげだな、お姫様。ディクソン、そう怖い顔するなよ。お前らを面白い場所に案内するためにわざわざ来てやったんだぜ。なんだと。監獄島で待ってる。最高の舞台で巨神の血肉に返してやるからよ。さっさと登ってきな。アバよ。あの野郎、行くぞ。奴を追って監獄島に乗り込む。はい。